絵画を購入した頃の皇后ルジェニー。19世紀に撮影されたサンジル・クロワドイコールビの海岸のポストカード。同場。最後の所有者、ラモンデエラス。真珠と波場、フランスの画家、ポール・ボードリーの1862年の絵画である。油彩。1863年のサロンに出品された本作品はアレクサンドル・カバネルのビーナスの誕生。 アモリー・ディバルのビーナスの誕生とともに批評家の人気を3分した。この年のサロンは3作品以外にも多くのビーナスの絵画が出品されたためテオフィール・ゴーティエがビーナスのサロンと呼んだだけでなく、サロンにおける3作品の人気ぶりを封じしたベルタルのギガがジュルナル・アミューザン市場に掲載されたほどであった。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。 ボードリーは浜辺に身を横たえた女性像を描いている。画面奥では青い波がうねり、今にも女性を飲め込むかのように迫っている。浜辺の砂地は海水で湿り、女性の両足が砂上に溜まった海水に映り込んでいる。画面右奥には大きな貝殻が、また画面手前には海藻が波で打ち上げられている。女性を取り囲む鮮やかな青い波や砂地。 階層は女性の肌とは異なる活脱なタッチで描かれており、白い裸体を際立たせている。裸体の仕上げは繊細で、その表現にコレッジョの影響を見て取ることができるが、理想化がなされていないためにプライベートな印象を与え、鑑賞者に向けられた挑発的な視線と口元の笑みによってストレートに訴えかける感能性が与えられている。本作品の制作は、 オードリーが故郷バンデ県のサンジルクロワドイコールビの海岸で過ごしたことがきっかけとなっている。画家は波によって女性なるものを表現しようと考え、打ち寄せる波を宝石箱に見立て、また女性像を真珠に見立てることで、波の中から現れる真珠のごとく、女性像を描いた。その結果、本作品は感能性と幻想性を合わせ持ち、 ヴィーナスの誕生を思わせる作品として完成した。実際、これを見た多くの批評家が本作品の主題をヴィーナスの誕生だと考えた。また、ボードリーの友人、シャルル・エフル氏ッシュは、海と女の結婚を描いていると解釈した。ボードリーは、真珠と波について音楽と関連づけて、次のように述べている。絵画と音楽は、多くの点で似通っています。 何も説明する必要などありません。それは想像力が空想によって紡ぎ出すメロディーなのです。本作品は発表されると、ピエール・ジョゼフ・プルードンなどの著述家から道徳的慎みを書いた感能的な絵画として厳しく批判された。しかしそれにもかかわらず1863年のサロンで最も人気を集めた絵画の一つとなった。 テオフィール豪邸はサロンを振り返って、本作品の美しさに賞賛を惜しまなかったし、写実主義の画家ギュスター・ブクールベを擁護したことで知られる。批評家、ジュール・アントワーのカスタニャリは本作品に、警防のヴィーナスとも言うべきプライベートな性格を、読み取りながらも卓越した表現ゆえにその年のサロンで、最も美しいヴィーナス像であると認めざるを得なかった。 本作品は、ルカードルとブラウンの写真や、ブッソバラドン紹介の写真版が、制作に数ヶ月を要したカレーの版画などを通じて、人々にも広く知られ、特に皇帝ナポレオン3世が、カバネルの作品を1万5000フランで購入したのに、対し、皇后ウ,ウィージェニード・モンティージョが本作品を2万フランで購入したことは、サロンのハイライトとして記憶された。1863年、 ウージェニーは本作品を、チュイルリー宮殿を飾るために購入した。その後、1871年に、フィラデルフィアのアメリカ人収集家、パトロンのウィリアム・フット・スチュアート、1898年に、パリに住むスペイン系アメリカ人収集家、ラモンデ・エラスの手に渡った後、ラモンが死去した1904年に、プラド美術館に移動された。ありがとうございます。